ちは、おすえです。ラミクです。社長です。ギャッペファミリーです。イエーイ。今日は2回目のギャッペファミリーということで、うちが扱ってるゾランバリギャッペのゾランバリって何っていう話をしたいと思います。内容としてはゾランバリ社の歩み、まあこう歴史ですね、と、ゾランバリ社を私たちが選んでる理由と、ゾランバリ社のそのギャッペがどういう風にできてるかっていう話、まあ最後にゾランバリギャッペの値段についてお話していきたいなと思います。まず、ゾランバリ社のまあ歴史ですね。まあ、うちがこうゾランバリを今選んでね扱わせていただいてるんですけど、ゾランバリがいいなって思った理由の一つにはこの歴史っていうのがあって、今こうゾランバリ社の社長をやってるのがハミドさんっていう、ハミドゾランバリっていう人ですね。で、ハミドさんのお父さんがゴラムレザゾランバリさんっていう人がいて、まあ、この人がこうゾランバリ社を始めた創始者になってます。で、実を言うとファールス州っていうイランの2番目の都市と言われてるシラーズを含むファールス州っていうところがある州があるんですけど、このファールス州の中で石油を除いた輸出高1位がこの実はゾランバリ社になってて、すごい。そう石油の次に、そう石油の次にあの輸出高が高いのがこのゾランバリ社になってて、まあもちろん絨毯のね輸出高がすごい大きい会社になってて、まあこのゾランバリ社の一番のメインの商品がまあもちろんギャッペ、本当に何年前かな、だから70年前ぐらいからこのグラムレザさんがギャッペに目をつけてやり始めたんだけど、もう元々この60年前70年前というのはギャッペはあのもうイランのそのマーケットの中で全くゴミのように扱われてて、誰もこう見向きもしなくて本当市場価値がないものとして扱われてた。でグラムレザさんがたまたままあその村にね、このカシュガイ族の村に行って見つけた時に、もう何この絨毯ってなって、でも誰も見向きもしてないから、いやでも僕はこれをやるんだって言って全財産はたいて絨毯を全部買って、で持ってきたんだけどなかなか売れないと。でそのなかなか売れない絨毯を販売してた時に、たまたまスイスの絨毯商の方が来て、これはやべえ絨毯だぞと、でもう全部買うからって言って買って帰ってったら、次のオーダーがすぐ来て、これこの前の10倍くれということで、まあそこからこうギャッペっていうのがどんどんこう有名になって広がっていったよっていうのが、まあその成り立ちで、まあもちろん最初にねギャッペを見つけたのがこのゴラムレザさんなんで、それがすごいですし、あとやっぱりそのゴラムレザさんがカシュガイ族の遊牧民の方とすごいいい関係を築いてきたっていうところが、この今のゾランバリ社がある理由になってて、こうゼロを持つ男っていうふうにゴラムレザさんが言われてて、かっこいいでしょ、ゼロ。そう、普通の絨毯屋さんはこう自分が数字の方を持って、売り手のその、まあ、折った織り子さんにこうゼロを持たせて、じゃあこのサイズをね、そうそうそこへ立って、じゃあこのサイズ何センチですねっていうのを自分がこう言うと。だからちょっと実は50センチなんだけど、本当は48センチぐらいでこうさば読んで言うことができたんだけど、ゴラムレザさんは逆に自分がゼロ持って、遊牧民の方、まあ、織り子さんにこう数字の方を持たせて読ませたんで、絶対こう遊牧民が損しないようなこうやり方にしてて、その遊牧民の女性とこうすごいいい信頼関係を作ってきた。なのでどんどんこう優秀な織り子さんが集まるし、やっぱグラムレザさんと付き合うとお金もいっぱいもらえるから損しないよっていうことで、いい絨毯もいっぱい入るようになってきて、それがいい循環になって、どんどんこうゾランバリ社っていうのも成長してきたし、いい絨毯をいっぱい出す会社だっていうことで認識されてきたっていうのが、まあ、今までのここに至る流れになってます。ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、まあ、なかなかこう聞く機会もないと思うので、まあそういう、こう歴史的なね信用とか積み重ねがあって、まあ、今のゾランバリ社がある。で、まあ、うちはたまたまゾランバリ社と出会えて、今やることになったんだけど、まあ、それ以外にも結構ゾランバリ社をやる理由というか、ゾランバリ社じゃないとやっぱダメだよねっていう理由がいっぱいあって、まあ、それをちょっと今からお寿恵の方に説明をしてもらおうかな。はい、私がゾランバリ社を選ぶ理由、いろんなねギャップ見てきたんですけど、このゾランバリ社のギャッペってなんすごい柄にすごく魅力が感じたんですよね、なんでこんなたくさん柄があるのかなって思ったんですけど、今ちょっと話を聞いたら、やっぱそれだけのいい織子さんがいっぱいいるんだなっていうのが分かりました。そしてわ素敵な柄、そして触った時もウールのこうイメージではチクチクパサパサっていうイメージがそこが全然感じなかったんですよね。しっとりは言い過ぎなんですけど、これウールなのっていう感触だったりとか、あと柄行きも良かったし、あと織ってるこう蜜ですよね、そこも品質がすごい高いなっていうのはすごくゾランバリの絨毯のね魅力の一つなんですけど、
私はいろんなたくさんいろいろギャビを見てて、ドランバリ社はそういうところが素敵だなと思います。もともとね、うん、お水はうちのお客さんとして本当に何にも関係なくそうなんですよ。もう何年前、6年前か。いや6年前です。6年前にうちのお客さんとして来て、はい、実はギャベ持ってるんですって言って来て、うんうん、だけどまあズランバリって知ってるっていうところから、ズランバリ何ってなってファンになって、あ、じゃあうちで働いたらいいじゃんってなって、まあ今ずっともう働いてくれてるので、結構ね最初は本当お客さんからの目線で入ってるんで、喋り出したらそれはまたね止まらないぐらい魅力ありますよ。じゃないとこんな6年も続けられないですよ、お仕事。やっぱりこう仕入れにもね、去年、一昨年かな、行かせてもらったりとかして、すごいたくさんの絨毯がきちっと管理をされた会社だったんだっていうのが、もうそこはもうイランに行ってすごく感じましたし、やっぱそういう絨毯をね皆さんにもお伝えしたいなっていうところで、ずっとずっとこの絨毯の仕事関わってるんですけど、うん、まあそうっす、はい、今言ったようにシリアルナンバーがね全部ゾランバリ社のギャッペにはついていて、うんうん、そのゾランバリ社でシリアルナンバー、この番号のものはどのギャッペっていうのは管理されているので、色柄品質のね、うん、すごい高いよねっていうことで、うん、でまあ僕がさっき言ったようにこうすごい長い歴史の中で信用が積み重なってきてるので、長年使ったからのクレームがないっていうところもやっぱりすごい信用が出るところなのかなと、うん、全然クレームないですね、うん、はい、リピーターさんもね、うん、多いしね、うん、やっぱ1枚使うと違うところにも欲しくなるっていうところが魅力ですよね、はい、でやっぱり、まあ、最後にちょっと長くなっちゃってるけど、柄ねすごいたくさんあるよって言ってたんだけど、うん、こうゾランバリ社の柄を他のギャッペを作ってるところは真似してね、ゾランバリ社に追いつく追い越すで頑張ってるけども、ゾランバリ社が常に最初に行き続けてる、先に行き続けてるので、うん、まあ、ゾランバリ社がずっとこれまでこうトップをね走り続けてきたのかなっていうふうに思います、うん、でまあそのゾランバリ社の、まあ、品質を支えるこうどういうふうにゾランバリギャッペってできてるんだろうというのを今からちょっとダーミクに説明をしてもらおうかと思いますので、はい、お願いします。はい、ゾランバリギャッペってまずウールの話から始まるんですけど、ゾランバリが扱ってるギャッペの羊毛ですね、ウールですね、そういったものはイランの山岳地帯で育てられている羊の毛を使ってます。だから他のよその国のじゃなくてイラン国内の羊ですね。でいろんな毛色が体に混じってるんですけど、まあ、そういったものを手選別してまた色分けで染色に使います。で特徴的なのが毛質なんですけれども、やっぱりその冬の間に蓄える毛と夏の間に蓄える毛で全然毛質が違うんですよ。で必ず年に2回毛刈りをするっていう決まりがあって、まあ、羊の体のためにでもあるんですけれども、でゾランバリのギャベっていうのは冬毛の部分をたくさん使うっていうのがまずポイントですね。冬毛ってやっぱ寒いからこそ油分をね体に蓄えていくと、その羊毛にもその油分が出てくるので、すごく柔らかくて上質な毛になるんですよ。で夏毛っていうものも当然あるんですけど、夏はとにかく日差しも強くて紫外線の影響とかでもやっぱ毛がボサボサになっちゃうっていうことで毛質がかなり変わります。でそのゾランバリは冬毛の柔らかい毛使います。であとは毛刈りをこうちょきちょきハサミでした後に油とかが結構すごいので綺麗に溶かすんですよ。櫛で鉄の櫛でこうやって溶かすんですけど、そこで粗毛っていうこう長い繊維をですね、こうやって櫛に引っかかってくる繊維を鉄麦します。でそういった毛を使うと後で遊び毛も出にくいよっていう特徴もあります。でとにかくその綿で溶かし綿状にしたものを全部向こうの現地の人がね鉄麦するんですよ。それを機械でやらないっていうところもポイントで、うん、ゾランバリのこだわりとしてはね、うん、手で紡ぐってめっちゃ時間かかるじゃないですか、うん、もう果てしない作業ですよね、うん、折るだけでも大変なのに。ただそういうのは伝統的に現地の人たちが鉄麦の糸を使ってギャッペを作っていたっていう歴史も含めて、そこを途絶えさせないようにっていう意味もあって鉄麦にこだわってるそうです。そうだね、ゾランバリ社は、うん、伝統的なギャッペの作り方を守るっていう、その伝統を守るっていう意味でも結構そのやり方を今でもやってますよ、うん、でまあ多分今から染色の話もするけど、まあ、そこもね、うん、伝統的なやり方を守るっていうことで考えてやってるんでね、うん、はい、そうですね、だから本当にたくさんの人の手が加わってるってことですよね、うん、で染色についてはなんですけど、染めの原料については草木を使ってます。例えば赤の色ですと茜っていう染料を使ってます。植物のねこの部分ですね。あとはよく使われるのが黄色とかですとザクロだったりとか、だいたい現地で取れるものを使ってるんですよ。そういったものがもう何十種類もあって、向こうに行ったらこの亀の中にいっぱい染料がたくさん載ってるんですけどそういったものを使い分けてたくさんの色を使ってます。
そうですね、あと媒染剤、いわゆる定着剤を変えていろんな色味を作ったりとか、あとは染める染料の量とかかける時間によっても、うん、あの色味をたくさん作ることができます。最近増えてきたね、うん、色がね。そうなんですよ、うん、やっぱ昔の絨毯と今の絨毯比べるとなんとなくの色とか、うん、ちょっとピンク系になってきたりとか、うん、で、まあ、一応あのゾランバリ社はまあ 100% こう草木というか天然の染料にこだわってますよっていうふうに言ってるんですけど、うん、まあ、実を言うとあの紫とかはどうしても化学染料を混ぜないとまあ色が出ないので、あの一部ちょっと化学染料も最近混ざったものもまああるらしいので、うんうん、まあ、完全に 100% ではないとは思いますね。それは紫を使いたいっておる子がいて、うん、そういう絨毯が出来上がる、まあ、とかやっぱヨーロッパで紫流行ってるから、うんうん、まあね、日本にもたくさん輸出されてるんですけど、まあ、ヨーロッパがやっぱり一番の消費エリアなので、うん、まあ、やっぱりあっちの向けたものも結構意識して作られてるのかなとは思います。まあ、うちもね、うん、あのヨーロッパ向けに作られたものもちょこちょこヨーロッパの方に買い付けに行って仕入れてはいるんで、変わった柄がね、そう変わった柄はね、まあ、うちも買ってますね、はい、ただ紫はすごい少ないですよ、ね、少ないね、うん、あとはこちらの絨毯のようにこれ染めてない毛を使うこともよくあります。先ほどちょっとさらっと言ったのが、いろんな毛色が混じってるっていう羊なので、濃い茶色とかこのようなベージュの羊がたくさんいるんですよ。もちろんそういったものも絨毯の柄に生かしたりとかで使われてます。大体の染料が現地で取れるっていうのもすごくないですか。まあね、ザクロとか茜色のそのね、そういった茜の染料もそうですけど、うん、まあ、そういった部分も伝統的な染めをこだわってるよっていう形でやってます。そうね、昔はもちろんね、遊牧民たちが染めも全部やったんですけど、これだけのたくさんのギャッペを作るにあたってはもうとにかく水たくさん使うし染料もたくさん必要ということで、これはゾランバリ社が管理をしてます。大きい釜でもう人一人がザブンって使える五右衛門ぐらいみたいなところでお湯を沸かして、染料入れて羊毛入れてって言って染め上げてます。まあ、そこにも大変な労力がかけられてます。でその次にやっと織の話、そう、織を織子さんと契約して織ってもらってるんですけど、織機っていうのはその織子さんの家庭内ですね、お家の中に織機があってそこで織ってもらってます。なので、まあ、大きいサイズだったら家族間、例えば親子とか姉妹同士で一緒に織っていくっていう形で絨毯が出来上がります。本当に大変なんですよ、もう全部の作業が大変っていうけども織るまでだいぶ工程があるもんね。それぐらい人の手が留めだったりとか織の部分にたくさんの人の手が加えられてるのでやっぱ大変ですよね。最後の仕上げの部分もこれズランバリが徹底してまして、例えば絨毯の裏側ですね、裏側の遊び毛っていうのちょろちょろっとした繊維がすごいいっぱいくっついてるので、それをバーナーですね、すごい火力のあるバーナーで焼きをして洗いをかけたりとか、あともちろんね、さっきの焦がした部分とか、あとそのいろんなね草とか混じってるのでそれを洗いにかけて洗浄します。洗浄して干してとかで、最終的には耳の部分の ほつれないようにっていうその補強だったりとか、そういった部分も全部して1枚のゾランバリギャッペっていうのができます。そこまでしてゾランバリの商品としてね、うんうん、認められるわけです。ペルシャ絨毯とかってよくフリンジが絨毯の端っこにこうフリフリがついてると思うんですけど、うんうん、あれもギャッペ、ゾランバリギャッペはこうフリフリの部分をグッと内側に入れ込んで、うん、でこう縫ってこう使うときに困らないようにこう便利にしてますし、うん、実はまあゾランバリ細かいですけど、ここも斜めにちゃんとハサミ入れてこう段差がつきにくいようにしてるので、うん、まあ、そういう細かいところまでこう手を加えてるのがまあゾランバリギャッペのまあいいところかなと思います、うんうん、フリンジにホコリが溜まったりとか、うん、そうだね、うん、これしてくれててすごい助かってます。でさっきまあダーミクエーターの洗いもやっぱりすごいしっかりやってるし、まあ、いいウールを使ってるんで匂いもすごい少ないし、遊び毛もやっぱり使ってても、うんうん、もうどん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 出てくるってこともないので、まあ、そこがこうゾランバリキャップのまあいいところにもなるのかなっていうふうにね、もう一枚、はい、もう一枚ってなっちゃうんですよ。まあそうやってできてますと。はい、はい、ではゾランバリキャップのね値段についてお話ししたいと思います。ですね、ゾランバリキャップってね展示会とかお店に来た時にね、わあちょっと高っ、想像より予算よりオーバーしてるっていう方が多いんですけど、やっぱりさっきねダーミクが話したようにゾランバリギャッペの工程ですよね、そこがお値段にも関わってくるのかなと思います。そしてゾランバリギャッペって一つ一つねランクがありまして、そのランクによって面積計算されてます。そこで大きくなればお値段も高くなりますし、そこでお値段がね違うのかなっていうのは合ってますか。これで
合ってますね。合ってますか。はい、はい、まあ、細い糸を使えば使うほどランクが上のランクになってって、うん、まあ、その上のランクになればなるほどその基準の価格が高くなるんで、うん、基準の価格かける、まあ、大きさで値段が決まってますよと、そういうふうになってますね。はい、あれ、はい、じゃあ、まあ、ゾランバリギャップの、まあ、お値段ね、これはもうじゃあいくらなんですとか、うん、もうゾランバリギャップはこの値段なんですってやっぱり言えないのでね、うん、実際そのランクと大きさで決まってくるんで、まあ、実際のものを見に来てほしいなと思います。はいはい、ということで今までゾランバリギャッペの話をしてきました。今日はゾランバリギャッペの歴史と、私たちがゾランバリギャッペを選んでる理由で、あとゾランバリギャッペのこう作る過程ですね、あとは最後値段の話、まあ、ちょっと抽象的になっちゃいましたけど、値段の話をしてきました。ゾランバリギャッペを、まあ、うちは選んでるのでゾランバリギャッペを一番皆さんに使ってもらいたいと思ってるんですけど、別にゾランバリギャッペじゃないといけないわけではないです。ただいろんなところで展示会うちさせてもらってて、実際にゾランバリギャッペを知らない方が触ってもらうと、何このギャッペ、私の知ってるギャッペじゃないってよく言われたりするので、まあ、一度ねぜひ本物のゾランバリギャッペっていうのを触っていただきたいなと思いますし、ゾランバリギャッペを知った上で他のものを選ぶなら他のものを選んでいただくっていうのはいいかと思うので、まあ、やっぱりこういろんな選択肢がありますから、実際に触ってね選んで考えて決めてもらいたいなと思います。まあ最後にもうおこがましいですけど、やっぱ僕が思うのはもう何十年とこれから使っていく付き合っていく絨毯なので、まあ、中途半端なねもう触りのものを本当にこうなんかちょっと嫌だなって思うところがありながら使うよりは、ああこれ買ってよかったな、毎日触っててこう気持ちがいいなって思うのを選んでほしいなと思います。まあちょっとねそんな思いがあるのでね、ちょっと語っちゃいましたが、今日はゾランバリ社についてっていうことをお話ししました。またまたこれからこのギャッペの話をいろいろギャッペファミリーとしておしゃべりしていきたいなと思いますんで、また見てほしいなと思います。はい、じゃあまたねー。またねー。